アンドレイ・アンドレイ・エヴィチ・アンドレイ F1971 年12月5日はソビエト連邦の政治家。1895年10月30日にロシア帝国のスモレンスク県にて農民の家庭に誕生する。正式な教育を受けた期間は短く13歳の時にモスクワに上京する。この時、マルクス主義文学等に触れ独学でその知識を養いながら 革命活動に従事することとなる。1914年よりサンクトペテルブルクに活動の拠点を移し、ロシア社会民主労働党に入党する。工場での労働の傍ら革命活動をしていた中、1917年に2月革命が起きるが、このゴロズマとなるドーラハザンと知り合う。ロシア内戦時は、ウラル山脈地方及び、ウクライナでの労働組合の構成員としても、 働いていたが、1920年に、モスクワに呼び戻され、ロシア社会主義労働党から解消された、ロシア共産党の中央委員に選出される。レーニン病前で演説する、共産党幹部ソ連成立後は、ウラジービルレーニン死去直後の1924年2月に、共産党初期局初期に選出される。1925年12月に解任されたが、妻同士も親友だった。 全連邦共産党書記長、ヨシフ・スターリンの側近の一人として、出世を続け、1926年7月に、政治局員候補に、昇格、1928年1月に、北、コーカサス島地域委員会の第一初期、1930年末に、人民委員会議員議長代理権労働検査人民委員及び、中央統制委員会議長に就任。 1931年には、いずれのポストから解任されるが、その前後の同年10月2日に、鉄道人民委員に就任する。反対する農民を強制収容所に送るトースターリンによる農業集団化を推し進めた。1932年に政治局員に昇格するが、この頃南難聴及び長カタるをわずらう。1935年2月に初期局初期に再選出される。 大粛政下では1937年2月23日に開催された中央委員会総会でニコライ・ブハーリンを党の信用を悪用したと非難、ブハーリンと全人民委員会議,議長、アレクセイ・ルイコフの逮捕に関与したのみならず、同年夏にはボルガドイツ人自治ソビエト社会主義共和国の首相、ハインリヒルフ及びマシーントラクターステーションの職員ラオトロツキスト、または、 右翼、クラーク組織の一味として大量逮捕し、スターリンに報告した後、スタリナバード等で各中央アジア連邦構成国の共産党幹部たちを多数逮捕した。スタリナバードだけでも人民委員、中央委員会幹部、同書記合わせて65人逮捕したという。大粛清が鎮静化した後は一部の面々を粛清から守ったこともあったが、 娘のナターシャ・アンドエーレワは、後年を受けたインタビューで、すべての犯罪について、無罪を主張していた。またナターシャは、両親はソ連を滅ぼす破壊分子及び、第5列を始末すべきだと考えていたとも、証言している。1938年12月に、ソ連邦最高会議議長に就任、翌1939年3月に大粛清を、主導するも、 その行き過ぎやアルコール中毒ぶりが、スターリンの不況を買っていたニコライエジョフに代わり、中央統制委員会から改変された、ソ連共産党中央統制委員会議長に就任、第二次世界大戦中は1943年12月に、農業人民委員も兼ね、軍事輸送や少数民族の強制移住に関与した。数々の養殖を歴任していたアンドレイエフだったが、戦後は、 健康を害するようになる。1945年11月にはすでに、ビャチェスラフ・モロトフとゲオルギー・マレンコフに、難聴の症状を訴えていた。1946年には、初期局初期、最高会議議長、農業人民委員を解任されたが、政治局局員及び共産党、中央党政委員会議長のポストはそのままで、人民委員会議から改編された。 閣僚会議の議長代理に就任する。不眠症をやめ前にも苦しんでいたが、1949年1月には、マレンコフに、手紙で自らへの治療が正しいか調査してほしい旨を、訴えている。医師団陰謀事件の一つとして治療薬に、コカインが処方された疑惑である。健康を害しながらも、マレンコフと、ラブレンチー・ベリアが性的だったアンドレージ・ダーノフの一派を、 追い落とそうと捏造したとされる、レニングラード事件において、捜査に乗り出し、ゴスプランから500強の書類が紛失していたことが、明らかになったが、閣僚会議議長代理兼ゴスプラン議長だったニコライ、ボズネセンスキー等、ジダーノフ一派の逮捕に関与した。しかし、スターリンの信頼は戻らず、ハザンも、蛍光業服装を解任されたが、1952年、 13年ぶりに開催される予定だった第19回党大会の直前、政治局からの改編としての幹部会のメンバーに入れるつもりがないことをスターリンから通告される。実際10月5日から12日間にかけて開催された党大会では、幹部会員にも会員候補にも選出されず、閣僚会議議長代理のポストは保ったが、事実上失脚した。この党大会には、 同指導部を世代交代させる、スターリンの狙いがあり、マレンコフらではなく、ミハイルスースロフを、後継者候補にしていたのではとの意見もあるが、間もなく、スターリンが休止し、最高指導者がマレンコフからに聞いたフルシチョフに、交代した中、閣僚会議機場代理のポストも失った。フルシチョフとマレンコフはアンドレーフに、どのような、しかるべきポストをつけるか検討するようになり、 スターリン氏後集団指導体制となった1953年5月9日には中央委員会政治局で同志アンドレイエフに初期局が仕事上の提案を行うことを決議した。同年8月の中央委員会プレナムでアンドレイエフは演説を行い、マルクス文学や直前に逮捕されたベリアの陰謀について研究した。フルシチョフとマレンコフは意のままにならない。 スターリン主義者、アンドレイエフを、ますます政治の中枢から遠ざけることにし、中央委員と最高会議大議員には留まっていたが、再び重要なポストを与えられることはなかった。1960年秋には、心臓発作を起こすが、レオニード・ブレジネフ最高会議幹部会議長がついに1962年に、同志アンドレイエフは健康上これ以上の頭務を続けることは困難であり、 特別の医療を受けることとそのために年金を支給することを中央委員会に提案した。最高会議幹部会の顧問となったが名誉職であり、年金生活に入り、引退する。1965年にはミコヤンが70歳の誕生日を迎えるアンドレーエフに赤旗勲章を授与することを提案したが、ニコライポドゴルヌイの反対にあい、最高会議幹部会議長、 第二初期を経て第一初期となっていたブレジネフも支持したため実現しなかった。ただし、レーニン勲章はその前日に授与されており、これは生涯4度目のことだった。この間1961年に破山と死別している。1971年12月5日、1964年に失脚したフルシチョフの後を追うように死去。 ノボデビチ修道院の墓地に埋葬された。登山を趣味とし、ベートーベニア・ブラームス、チャイコフスキー等音楽への造形も深かった。スターリンからは、ミハイル・カリーニン、フルシチョフと共に、本物のプロレタリアと評された。北高架カサスの党地域委員会の第一書記だった。時にはスターリンによる、農民からの穀物取り立て策に対して困難であると、反論し、モロトフがまず、 アンドレーエフをなだめたが、最終的にはスターリンがアンドルーシャの愛称で呼びながら説得した。しかし、第二次世界大戦後は、自身の健康問題と農業問題でスターリンの不況を買うようになり、次第に存在感を失っていった。レーニン勲章を4度授与されている。うち3度は、それぞれ50歳、60歳、70歳の誕生日、前日に授与された。 最晩年の1970年、75歳の誕生日前日には10月革命勲章を授与されている。ハザンとの間に一難数目を設けた。ナターシャも父の無罪だけでなく、大粛清そのものがスパイを始末するために必要だったとみなし、スターリンの責任もエイズを持ち込んだ、資本主義者が殺した人数ほどではないと全面的に否定した当父以上の、 スターリン主義者だった。ウクライナソーラム及びクリミア侵攻を見届けた後、2015年に死去した。また、ジェーガという女性の間にも事情を設けている。ありがとうございます。